どうもどうもです、岡田でございます。今日はですね、今日はまた面白いものがちょっと来たんで、そんなお話を、もうご存知、もう僕の動画を見てるとか云々よりですね、もう普通にガジェット好きだなんだっつう人の枠から超えてですね、もうちょっと当たり前になってきました、モバイルバッテリー。モバイルバッテリーといえば、僕はですね、もうこればっかり使ってるっていう、パワープラス2とかパワープラス2ミニとかの謎安で有名なバッテリーのチーロさんからですね、またなんか新しいのが出るらしいよっていう1個送っていただきました。じゃじゃじゃーん。はい、これです。チーロ、エナジープラス、1200ミリじゃないです。12000ミリアンペア時のモバイルバッテリーでございます。1万ミリアンペアの方で有名になったパワープラス2はですね、iPhone の充電約5回できますっていう話だったんですが、エナジープラスになって、なんと iPhone 6回充電だって、もう1週間ぐらい持つよね。僕の場合は。ちょっと中を見ていきますか。ほい。トリセツ。ふわふわのポーチ。ロゴ入り。バッテリーを充電する用のマイクロ USB1 本。ほい。USB の電源アダプター。ここがこう USB になってるんだね。と、もちろん、本体でございます。だいぶなんか変わりましたね。デザインが。何?筆箱ぐらいある。筆、もうちょっとなんか、もうちょっといただけないかな。もうちょっと、ゲームボーイアドバンス。パワープラス2に比べると、結構でかいかも。ただ厚さはね、厚さはパワープラス2に比べてですね、約 30% ぐらい薄くなってるそうです。新しい方が薄くなってると。で、重さもね、ちょっと軽くなってるんだそうです。これは結構でかいね。結構でかいね。ちょっとポケットっつうよりカバンかな?ポケット入んなくもないけどね。ポケットにこう、ごめんなさい、白ズボンにこの白いものっつうわけわかんないんですけど、ポケットにこう、まあ入んなくもないね。iPhone と比べるとこんな感じ、大きさは。左がチーロエナジープラスで、真ん中が iPhone5S ですね。で、右の白いのが iPhone4S と、こんな感じの大きさ比率的な感じでございます。出力ポートはですね、ごめんなさい、僕のこの認識だっていうのがあるんですけど、普通のスマホ用の 1A とですね、iPad だとかでかいようなタブレット的なやつ、すんげえ速さで充電できる 2.1A、まあ、両方ついてます。これは前回と同じです。というわけで、ちょっと細かい情報を、細かい情報って言ってもそんなないんですけど、販売開始日時がですね、6月の1日、お昼の12時からで販売していくそうですよ。というわけで、容量めちゃ多いバッテリーで有名のチーロからまだ新しいめちゃ容量多いよバッテリーが出たよってお話でした。めちゃ容量多いバッテリーじゃなくてですね、名前はチーロエナジープラス12000mAでした。このでっかいのじゃなくて、こうちっこい系とかですね、いろいろなんかモバイルバッテリーめちゃめちゃいろいろあるところですね。自分に合ったものをですね、そろそろ選べるぐらいなんかたくさん出てきてるんじゃないかなと思いますんで。というわけで、んちゃ。